はい、皆さんこんにちは。ボリニオ TW ゴルフチャンネルへようこそ。今日お話ししたいことはシャローイング第3弾、どれだけシャローイングする必要があるのかとそのデメリットです。はい、では今回はデメリットということで、皆さんはこのシャローイングをどのようにお考えになられているでしょうか。ゴルフスイングにおいてシャローイングっていうのは必ず必要なものになります。ただですね、最近のスイング理論においてはちょっとそれは過度に表現しすぎて、やればやるほどいいというような感じの教え方が広まっているので、それはどうかなと思ってたので、ちょっと今回そのことについてお話ししようと思います。で、実際どれだけこのシャローイングをした方がいいのかっていうのはですね、私から言わせてみれば、できるだけしない方がいいっていうのが正直な私の考えです。はい、それではちょっとマキロイ選手のアイアンのスイングを後ろからちょっと見てみながら話をしていきたいと思います。はい、それではやっていきましょうか。こちらがマキロイ選手後方からです。まず彼がどれだけシャローに振っているのか見ていきましょう。はい、それではまずバックスイング、ハーフウェイバックですね。ハーフウェイバックの、はい、ここにちょっと線を引きます。まずはこの角度ですね、このバックスイングですね。で、ここから彼はどれだけシャローに振るのか、はい、で下ろしていきます。はい、こちらです。まあほぼ変わらないですね。もうほんの少し気持ちシャローに振っている感じです。はい、そうなんですね。実はアイアンではほぼシャローイングはしてないということになります。はい、それではなぜ皆さんは、マキロイ選手はシャローイングのスイングをしているっていうふうに認識しているのかは、はい、こちらドライバーのスイングですね。マキロイの場合はですね、ドライバーになると、かなりシャローイングするようになります。はい、では見ていきましょう。はい、まずバックスイングですね。バックスイングをハーフウェイバックまで上げていきます。はい、まずこちらですね。はい、こちらがハーフウェイバックの角度になります。で、ここからですね、ここからどれだけ彼はシャローイングするかっていうと、見ていって、はい、下ろしていきます。はい、ここまで、はい、そうですね。はい、見てわかるようにかなりの角度になります。はい、ですのでこれが皆さんが認識している彼のシャローイングのスイングです。はい、それではアイアンとドライバーの比較ですね。これだけ違いがあるということですね。これだけ違いがあるんですが、果たして私たちが同じようにできるかというと、はっきり言ってできません。はい、これはですね、私もはっきり言ってできないことですね。私はできるだけアイアンとドライバーのスイングっていうのはできる限り同じ感覚で振りたいので、このシャローイングの幅っていうのをなるべく同じにしようとしています。で、そこでもう一人の選手、それはジャスティン・トーマス選手ですが、彼のスイングを見てスイングを解説していきましょう。はい、こちらがジャスティン・トーマス選手のスイングで、後ろからですね、なるべくアイアンとドライバーのスイングの感覚を同じにしたいっていうのを考えた上での説明です。はい、それでは先ほどと同じようにまずアイアンからハーフウェイバックですね。ハーフウェイバックの軌道、はい、この線ですね。
はい、ドライバーも同じように、はい、ハーフウェイバックですね、同じように線を引いていきます。はい、そしてダウンスイングに入った時に、はい、このように同じ角度に戻ってくる。そしてドライバーも、はい、同じ角度に戻ってくる、まあ、つまりアイアンとドライバー同じ軌道で下ろしてくる、はい、このように同じ軌道に戻すっていうことが可能なわけですね。でそれをできる選手もたくさんいます。そしてこれが私が皆さんにやってほしいことですね。これが、まあ、最もシンプルな動きであるからですね。これシャローイングで、上げる軌道と下ろす軌道を変えるっていうのは非常に、難しいことで、かなりの練習量が必要になります。ですが上げる軌道と下ろす軌道を同じにすることで、シンプルにスイングできるようにすることができます。はい、それを踏まえた中で、まあ、シャローイングのデメリットについて話していこうと思います。そもそも、シャローイングを取り入れた方は多くいるとは思うんですが、やってみてまず思ったことがあるはずですね。プッシュアウトが出る、それが多分一番の問題点になるのではないでしょうか。はい、それでは説明していきたいと思います。そもそも腕というのをこう力を抜いてスイングすると、比較的腕っていうのは上下運動するんですね。これが一番楽にスイングできる腕の振りです。でこれに少しでも力、まあ、シャローイングだとこっちに入れるとどうなるかというと、こうその反動でアウトサイドに出ます。はい、これがプッシュアウトの原因になります。つまり腕が自然な動きをしなくなるということですね。腕というのはもう体の前にあるので、で体の前を通らなきゃいけないわけですね。でこの時に一番理想的な腕の動きっていうのは、まっすぐ上がって下ろして体の前を通っていきフィニッシュを迎える、これが非常に理想的な腕の動きになります。はい、今度はクラブを持って説明したいと思います。はい、上がる軌道と下ろす軌道を同じにするために何が必要かというと、バックスイングします。でハーフウェイバックですね。でこのハーフウェイバックのこの手首の角度と両肘の高さ、これを崩さず、まあ、ここからですね、ここから崩さず右肩の上に上げて、でここからそのまま下ろすということですね。はい、そうするときれいにこのバックスイングのハーフウェイバックとハーフウェイダウンの軌道が同じになります。でもう一つ大事なことがあります。それは肩ですね。この肩をダウンスイングの時に使わないことです。そのまんまこの角度を維持しながら、まずは腕を下ろす、これが大事になってきます。下ろす、はい、これです。でこの時に肩を使うと必ず
クラブは前に行ってしまいます。はい、必ずバックスイング上げて下ろしてから肩を使う、ついていくっていう感じですね。下ろしてインパクトですね。はい、というようにですね、腕を少しでも、インサイドに下ろしてしまうと、フォロースルーでアウトサイドに出やすくなるということですね。これはやってみると非常に分かりやすいと思います。勝手にアウトサイドにこうポンとこう出ていってしまうわけですね。それともう一つ説明したように肩の使い方ですね。ダウンスイングでは肩を使ってはいけないということですね。肩を使ってしまうとどうしてもクラブっていうのはアウトサイドに、前に出てしまいます。ですので、それが原因でこうダウンスイングで腕をインサイドに入れなきゃいけないっていう、ちょっと無理な動きをしなきゃいけないスイングになってしまうわけですね。皆さんは肩を使わないと飛ばなくなるんじゃないかっていうふうに思われるかもしれないんですが、それは全然そういうことはなくてですね、また今度それについて説明はしていくとは思うんですけども、上げた腕を下ろさなきゃいけないんですね。で、上げた腕を下ろすことによって十分スピードを乗せることができます。で、それで飛ばすこともきっちりできます。で、これが分かれば、かなりダウンスイングが安定すると思います。はい、続いて、第2のデメリットについて話していきたいと思います。それはですね、シャロースイング、つまり入射角が浅くなるということによって起こるデメリットですね。はい、それは例えばラフに入った場合ですね、ラフに入ると芝生が長いので、できるだけクラブを芝生に絡めずに直接ボールに当てなきゃいけないんですけども、シャロースイングにすると入射角が浅いので、必ず芝生を多く絡んでボールに当たってしまうということですね。続いて傾斜のあるライから打つのが難しくなるということですね。特につま先下がりですね。これについてはですね、本当に難しくなります。で、最悪の場合シャンクが出ることになります。はい、この説明をするのは難しいのですが、ちょっとこれを見ていただいてですね、まずこう傾斜がつま先下がりですね。で、それに対して構えると必ず遠側が浮いてしまうんですよ。で、その時に綺麗にインパクトをさせるためには、なるべくアップライトに振らなきゃこう綺麗にボールに当たらなくなるんですね。こう遠が浮いてるんで、インサイドアウトだとこうヒールが先に地面に当たってくるっと引っ掛けてしまったりですね、そういう失敗が出やすくなりますし、シャローにこう入ってくるとですね、でインサイドアウトだとこう結構こうヒール側でボールを捉えようとしてですね、こうシャンク頭が浮いてるんで、どっちかというと真ん中よりヒール側で打つような感覚になってですね、で最悪の場合こうインサイドアウト、シャロー、シャンクが出やすくなるんですね。ちょっと説明が難しいんですけども、そういうことなんですね。はい、というようにですね、ゴルフっていうのは基本的に、失敗のスポーツですね。プロゴルファーでも成功率っていうのは、だいたい 65% から 70% です。ですのでアマチュアとかになるとですね、これがだいたい 30% とかになってくるので、私はこのシャローイングっていうのはあまりおすすめできない技術であるということが言えると思っています。
はい、ということで、今日の動画はここで終わりにしたいと思います。ですので、まあいろんな技術はあるとは思うんですが、そのデメリット、メリットっていうのを理解して取り入れるか入れないかっていうのを判断していただけるといいかと思います。はい、今日はちょっと長くなりましたが、ご視聴いただきありがとうございました。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。